六軍王が一人、四季軍王ゾルデ、闇を愛し、ね、セルですよね。お、出る方あるじゃん、入ってきたよ。こんな感じの雰囲気やったっけ。もっと明るくなかった。もう桃のが救ったんやけん明るくないか。今はデルカダール城に潜む常闇桃を探し出そう。え、どこなんやろ。とりあえず地下牢獄に戻るのは違うよね。大広間わからん。わからんぞ。いっぱい部屋はあるけども、ここが一階大食堂。ダメだな。え、もともとここの城にいた人たちはみんな最後の砦に移動したんかな。あの兵士の人たちは完璧に移動してきたってことやろ、あれ。まあ、戦力やしね。そうやってさ、ドーン、あ、ストーリーですか？それならまあしょうがない。それ以外でね、でっかいモンスターがドンと道の真ん中におられるのはかなり困るんよね。避けれんし。ひどい有様だな。さっきのなんか動きよったモンスターは。上に上がる階段まで壊されている。何？どうやって行けばいいのそれは。おそらくこの先の玉座の間に常闇を生む魔物が潜んでいるのだろう。神聖な玉座を汚すとは許せぬ。何とかして上に上がる別の道を探すぞ。おう、こっちだ。めちゃくちゃ何をすればいいんか分からずポチポチしよった。この辺の草がん？おのれ魔物め、神聖な玉座を汚すとは許せぬ。王になり変わったつもりか。仕方がない、何とかして別の道を探すぞ。違うんすよ、君に話しかけたわけじゃなくて。これか、大樹の念手をかざしますか。はい、何がどうなるんかは知らんけど、これビューンって伸びるやつじゃなかったか。来い、ホメロス。あれか、記憶を見せてくれるやつか。行くぞ。ギュンって伸びるってあれやん、ジャックとモミの木や。何しにって感じやねん。し、相変わらずのバカ力だな、グレイグ。若き日のっていうか、まあ幼き日のって感じやねん。二人とも元気が良いな。王様？ん？か？あ、やねん。それは挨拶がまだであっただろう。おお、我が娘マルティナ、マルティナだ。生まれたばっかり、かわいい。お前たち二人がこの国の未来を守るのだ。頼んだぞ、グレイグ、ホメロス。ネオルね、すやすやと。二人とも約束を守ろうとはしよるけど、ホメロスの方はちょっとやり方がみたいなこと。なあホメロス、お前の知恵と俺の力、二つが合わされば王国一の騎士になれるぞ。そして姫様とこの国をお守りするんだ。ん？え、ホメロスは優秀なんやったっけ。ホメロス、もともとなんだよ。王国最強の騎士に与えられるというデルカダールの盾が王の資質にあるらしい。見てみたくはないか。いずれ僕たちが手にする盾なんだろ。お、それをこっそりと。しかしな、どうやって見るんだ。王の資質なんて魔法でも使えなきゃ入れやしないぞ。誰にも言うなよ。子供らしく、この前俺は子供らしく入ってみたいっていうおねだりを。誰だったと思う。そんな言うほど子供じゃないんかな、わからん。うん、我が王だよ、
食器棚の裏から出てきてケーキを一口パクッとさ。あれは王の資質に繋がっているはずだ。食器棚の裏に扉があると。そういうことか。近頃お腹がだらしないって王妃様に叱られていたもんな。そういうのさ、このいうなんか部下たちというか知られるのめっちゃ嫌やね。台所に集合。キッチンとか厨房とかじゃなくって台所なんやね、お城。なんか急激に成長した。え、何か話すんかと思ったら。そうだ、長らく忘れていた。台所に王の資質へ続く隠し階段がある。しかしこの現象は一体。なんか知らんけどね、記憶を見せてくれるん。世界の記憶を知る。そうか、それが大樹へと連なる勇者の力というものなのか。あ、これって勇者にしかできんのやったっけ、あの記憶を見るの。一緒におったら見せてもらうこともできるぐらいの感じ。城の北側にある食堂の奥だ。そこにある食器棚を調べてみよう。行くぞ。城の北側にある食堂の奥。ふんふん。北がよくわからん。あ、台所。オッケー。デルカダール城1階の台所にある隠し階段を探そう。ゴーゴー、台所。入れるんか。普通に出てきよった、今。てか、これってさ、さっきと同じとこ？ひどい壊し方をしやがって。こっちから抜ければいいですね。てし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 。ん？こっちは違う気がするな。こっちか？ちょいちょいアップにしていく。あ、なるほど。ここで。あとはまっすぐ行って、突き当たりを左に曲がれば。ついに。ついに、ついに。ここが食堂ってこと？で、そこの奥の、なんだよ、棚だらけじゃねえか。違うな。これ？この食器棚動かせそうだ。食器棚動かしますか？はい、動かします。おお、でも向こう側も壁じゃない？違う？あの時は俺が衛兵に見つかって、あ、階段ないよ。見つけることはできなかった。王に叱られて城中の鎧を磨かされたよ。グレイグにもそんな時代があるんやね。ホメロスちゃんと子供の時は子供らしくやんちゃやったんか。あの頃は悪さばかりして王を困らせていたものだ。だがそうだ、楽しかった。二人でデルカダールの未来を担うのだと心から信じていた。うんうん。だけどちょっとホメロスが自分は実力不足ってなってしまったわけやね。そしてそこをつけ込まれたと。今までの非礼を詫びる。すまなかった。お、やっと謝ってくれた。今まで結構態度悪かったよ、ちょっと。そういうね、ギスギスした感じで二人でやっていくの無理なんで、ちょっと。俺は戦う。もう二度と俺の剣が道に迷わぬよう力を貸してくれ。それは当然、ちょっとお互いに支え合ってこうで、うん、これ階段？階段やとしたらめちゃくちゃ急じゃない？そんなことないんかな。あっという間やった。やっぱりとてつもなく急だったのでは。斜めになっとる絵が気になる。めちゃくちゃ気になる。待って、これ上がってきたとこってことよね。え？ってことはここから出るんか？出れるのか？ん？玉座の間にいる魔物を倒せば。
着いた。ん？誰もいない。ん？誰かおる？なんか今影っぽいものがあった気がする。あ、ほら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 、ホメロスか。お元気そうで何より。我が友、そして哀れな悪魔の子よ。ホメロス、やはりお前か。これはどういう状態になったんやっけ。なんかめっちゃ魔物っぽい感じで、魔物の中の人型タイプって感じ。肌の色が。その短期直した方がいい。すごい白くなっとるけど。周りが見えていないから、お前はいつも空回る。冷静に分析をされてる。なぜ魔王に魂を売った。共にデルカダールを守る、そう誓ったはずだ。ホメロス、強くなりたかったゲン。なぜと問うのか。お前が私に。何がおかしい。力ではかなわんかったんやろ今まで。私もお前に問おう。たぶん。なぜお前は私の前を歩こうとする。別に歩こうとしたわけじゃなくてね、え、歩き寄ったらなんか君が後ろに後ろに行ってしまってただけじゃないのかい。追いつけんかったんやん。なぜお前ばかりが力を得る。だってもう体格からして違うもんね。ホメロスがなんかシュッと、なぜだ、すごいなんかスマートな感じやけど、グレイグってめっちゃなんか筋肉質な感じや。その辺からも違うんじゃない。やっぱね、モデル体型の人よりもスポーツマン系の人の方が力ありそうやし。でもホメロスはもっとキャーキャー言われそうな気がするけどな。てか最初の頃言われてなかった？え、気のせいかな。え、気のせいなんかな。全然見られてないね。え、でもイケメンっていうのでなんかキャーキャー言われそうな気がするけど。うわ、見向きもされてないやん。つら。それはつらい。グレたくもなるよね、ホメロス。私はもうお前の後ろは歩かない。愛も夢も光も、そして友も、この世界では何の意味も持たない。そんなことはないよ、きっと。あるべきは力。世界を滑る。みんな希望を捨ててないけんね、最後の砦の人たち。はあ、私の力を認めてくださるあの方こそが真の王。王の歩みを邪魔する者は私が許さぬ。こういうのってなんか大体あのお方みたいな言うやん。普通に名前を言えよって感じなんやけど。そんなね、なんかじらした感じにされましても。故郷を奪われ、民を失い、友は去った。英雄と呼ばれて戦い続けても、俺に守れるものなど何もないと思っていた。去った友というのはホメロスのことかな。だが力を得たことによってみたいな。まだだ。まだ俺にも守るべきものがある。うんうん。お前が世界を救う勇者なら、まだね、最後の砦で諦めてない人たちがおるけんね。ホメロス、いや魔王の手の者よ。その命私がもらい受ける。ここでかつての友を撃つんすか。その手でできるかな、我が友よ。なんかすごい切ないね、展開が。お遊びはここまでだ。ただ倒すのは私なんやろ。ストーリー上がどうかは知らんけど、システム的には私なんやろ。急激な形のアップ。
ああ、せっかくのイケメンが。私はお前の先を歩く。お前はここで朽ち果てるのだ。ほら、なんかムキムキになっとるやん。筋肉質な感じに。力を得たことによって。やっぱそうなんやって。体格差よ、体格差。ホメロス。びっくりした。グレイがおかしくなったかと思った一瞬。めちゃくちゃなんか急激に乗っ取られとるかと思ったからだ。え、別のやつやってくる？おい、ホメロスは。ホメロスはまだ先ですか？我は魔王様の力を受けし、六軍王が一人、式軍王ゾウで、闇を愛し光を憎む。喋り方とかもね。我は思う。いいやん、いいやん。そなたらは魔王様は闇をお望みだ。我の命尽きるまで正常なる常闇は消えぬ。あ、これか。常闇をなんちゃらかんちゃらしい。なれば、この地に光は戻らぬ。なんかちょっと中二っぽい発言が多かった。そう、汚れた光を癒しましょうぞ。これ逆に目ある方が怖くない？骸骨の方が見慣れとるけんかな。なんかよくわからん水晶玉みたいな目の方が怖い気がする。してくれる。俺は勇者を守る盾となる。存分に戦いあるな。はい、戦いまくります。ゼペギラマ、いや弱っ。普通に戦った方がいい気がする。え、弱っ。超弱いやん、大丈夫？あ、いいね、いいね。渾身切りいいね。よし、それでいこう。うわ、1やって、やば。もうやっつけれたかと思った。まだやったわ。違う、違う。もういけるんじゃない？まだ。え、待って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 。え、これは片方だけでいいの？本体倒したら影消える？あ、よかったよかった。じゃないとね、攻撃してくるのは2体になったけど、弱点は一体だけってこと。おお、私の愛しき闇が、あ、気がらわしい。光があふれ。ごめんね、なんか数分ぐらいでやっつけてしまって。数分も経ったかな。ね、1分ぐらいでやっつけたような気がする。あんなに語りまくったのにね。アユナはパープルオーブを取り戻した。なんかこんな軽快な音楽で。あ、取り戻したらなんかでも明るくはならんのか。霧っぽいものは晴れたような気がするけど、でもなんか、まだ、白黒やね、世界が。なに？ねぎらいの言葉ぐらいかけてくれてもよろしくってよ。さすがだな。来てくれたのか、リタリフォン。私への言葉じゃねえのか。あ、結局、あれ、え、なに？床闇ペルラのことを送っていったまま歩いてここにやってきたってこと？私と砦に戻らなくてはグレイグは。帰ろう、最後の砦に。みんな無事なんかな？ちゃんと王様守ってくれた？何？私の馬も来てくれたってこと？私の馬なんかどうか知らんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあ久々に馬に乗って帰ろっか。馬は結構苦手ないよね。ドラクエのは大丈夫やった？ゼルダのやっけ、動かしづらかったのめっちゃなんかあったよね。